どうも。どうもどうも。こんにちは。間違った。こんばんは。今日は、本日はカフェ作り配信をしていきたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。皆様、材料を揃えてまいりました。こんばんは。それでは早速始めていきたいと思います。始めていきたいと思っております。その前にギフトを読みたいと思います。福ちゃんお疲れ2個、和之進さんお疲れ2個、新一さん、ヤシの実、クックさん、アイス、カメさん、ペンギン、カードリーさん、ヤシの実、ジンレイさんお疲れ、カマちゃん、ヤシの実、シュンさんお疲れ、アッチャーさん、かわいい、シャーショーさん、金テープありがとうございます。ギフトありがとうございます。皆さん、アイスクイーンありがとうございました。それではまずはじめに取り掛かることは机の組み立てから始めたいと思います。山猫坊主さん、あ、これはなんていうギフトだっけ。ハート、ハートビーム、ハートビーム。和之進さんありがとう。それではまずは机の組み立てを始めていきたいと思っております。まずはこの本棚の裏に入っている机セットを取り出します。そこから始めていくタイプのやつです。カツオさん、レインボースターありがとう。では皆さん、ちょっとお待ちくださいね。あ、クマが、クマちゃんが、はい、それではここに机がありますので、この机を、よいしょ、はい、机を取り出しました。ちゃんとした机です。はい、ここにしまっておりました。あ、シナモンさん、シナモンさん下に避難させます。これは以前使っていたテーブルなんですけども、ショールームで使う時が来ると思って取っていました。それでは続いてこちらです。こちらの本棚の下からぬいぐるみを取り出しまして、こちらにはですね、なんと机の足が入っております。この机の足を、はい、ではここにぬいぐるみを入れ込みまして、それではそれでは空間の組み立てを始めていきたいと思います。今日はパフェ作り配信です。 DIY ではありません。パフェ作り配信です。ネジがついてるので、はい、くる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 。あ、ごめん、ちょっとキュッキュッとなるからミュートにします。ミュートにするよ。
できました。机が完成いたしました。よいしょ、机できたでいい。超窮屈です。机が完成いたしましたよ皆さん。イエーイ、わーい、机できちゃった。それでは机を拭いていきたいと思います。机を拭くものを持ってきたいと思います。行ってまいります。はい、お待たせいたしました。こちらのウェットシートとキッチンペーパー除菌します。除菌シートで拭きます。ちゃんと、こんばんは。今日はパーティーだからみんなと、よろしくね。パーティー中だから。パーティー。それではゴミをゴミ箱に捨てます。こちらゴミ箱です。はい、続いては材料紹介に行きたいと思います。手を洗います。すいません、手を洗ってきます。本日の材料紹介行っていきたいと思っておりますが、皆さん準備はよろしいでしょうか。まずはじめにこちらのホイップです。もうホイップは作りません、楽をします。続いて黒ココアです。カイココアではありません、黒ココアです。続きまして一人前のコーンフレークです。これは大きいサイズを買ってしまうとたくさん食べ過ぎてしまうので、一人前の業務スーパーで買いました。続きましてペロペロチョコです。ペクチペクチチョコです。こちらはですね、サンリオのものが欲しかったんですけどなかったので赤ちゃんマンにしました。赤ちゃんマンです。そしてこちら先日購入したパフェ用のお皿とパフェ用のスプーン、そしてこちらの部屋中が反射してしまうっておなじみのディッシャーです。そしてアイスはまだ冷凍庫におります。イエーイ。それでは早速作っていきましょう。よいしょ、作っていきたいと思います。皆さん準備はよろしいですかね。準備はいいかい。準備準備。オッケー。みんなも準備するんだよ、ちゃんと。わかりましたか。ありましたかね。そんではそんでは、パセリちゃんは、あ、パ
パゼリさんはこちらで作っていきたいと思います。作っていっちゃうよ。見えてる。でも手元が見えなくなっちゃうから、そしたらどうしたらいいの。もうちょっとこっちか。あんま変わんないですね。アイス持ってくる。本日中に入れますアイス。中に入れます。アイスはこちら、モー、森永のモーです。こちら森永乳業のモーを使用いたします。あれパフェのさ、本日のパフェ作りの設計図こちらです。設計図こちらでございます。もう早速このキティちゃんが赤ちゃんマンになってしまいましたが、この手順で。始めていきたいと思います。皆さんお手柔らかに、お手柔らかによろしくね。多分これ秒で終わると思うんですよね、詰めるだけだから。お手柔らかにお願いいたします。それではまずはこのお皿に、この可愛いお皿にコーンフレークを詰めて、こんな感じです。このくらい多いかな。はい、続いてアイスかな。じゃあこちらのアイスを入れていきたいと思います。アイス入れちゃうよ。もうキャー、もうほう、いい匂いがします。こちらの部屋中が反射してしまうディッシャーですくっていきます。上手にすくえるでしょうか。あ、でもこれはまだ別にディッシャーじゃなくてよかったと思います。最後にトッピングするときにこれを使ったらよかったと思いました。失敗しました。早速手順2で失敗です。まあいいです、入れました。そう、あのね、冷凍庫が野菜たちで埋まってて大きいアイスを買えなかったんですよ。だからちょっとこのちぐはぐ感でお送りしてます。もうほぼこのサイズ。地球も救ってください。あー、荷が重い。頑張ります。じゃあ続いてこの黒ココア開けちゃうよん、開けちゃうよん。キャー、こんな柄だった。お城とかの上にありそうな。これ砕いた方がいいかね。袋に入れて砕きますか。そうしましょう。もう秒で終わっちゃうから、ちょっと作った感を出すために袋に入れて潰してみたいと思います。すいません、企業努力を無駄にしてしまいます。申し訳ない。せっかくブルボンの方がさ、こういう模様で作ってくれてるのに、すいませんね。ではこちらにこのくらいで、とりあえず2個入れます。潰します。叩いたらちょっとみんなパセリびっくりしちゃうでしょう。ああ、
推しメンが凶暴だとびっくりしてしまうので、アイドルらしく手で潰していきます。そんなに食材をこねくり回すんじゃないと思った方、大丈夫、私が食べるので大丈夫です。はい、じゃじゃーん、おー、2個じゃ少なかったですね。こんな感じでは、ちょいとホイップを絞っていきますか。キャー、大好きこれ、見てみんな、これは3年前ですかね、自粛期間が始まった頃パセリを太らせたでおなじみのホイップちゃんです。パセリはこれを、ホイップを1日で使い切ってメロンパンを食べていました。ではちょっとだけ絞ります。一旦絞ってみます。ちょっとくねくね、軽くね、まだ中身だからね、軽く入れます。まだ最後にトッピングする。わー、次はもう一回アイス、もう一回アイスいきますか。これアイス、アイス溶けちゃう、早く作んなきゃ、アイスが溶けちゃう。待って、これはもうディッシャーでいった方がいい。丸く上手に、あ、いい感じかもです。上手に、はい、みんな見て、アイスを乗っけるよ、いいかい、じゃーん、わー、最高、最高フォルムをしています。やったやった、次はホイップ、ホイップを、どうでしょうか、どうかな、見た目、え、微妙かな、まあ、微妙と言われようが、私がいいと言えば私の胃袋にさえ収まれば。続いて赤ちゃんマンです。赤ちゃんマン刺しちゃう、取れないよね、これ取れるな、取れたけど厳しい。赤ちゃんマンはどこに、うん、赤ちゃんマンの主張激しいな、うんと後ろにしましょう。はい、あ、でもな、見た目的にちょっとこっちがいいか。それではオレオをトッピングしていきます。あ、チョコペンとか買ったらよかったかもしれない、ちょっとクマっぽくなった。え、待って、生クリーム絶対この位置じゃなかった気がするよ。そしてもう完成してしまいました。あ、これオレオじゃなかった、黒ココアです。黒ココアでした。じゃーん、もう完成しちゃった。完成ですか、これいいのかな、もうこれで完成で。アイスはまだいます、ちょっとこっちのアイスから食べる。その前に写真を撮りたいです。私こんなつもりじゃ、もっとなんかいろいろ考えながら作る予定だったのに、こんなすぐ終わるとは。これ写真撮れるかな、写真撮れない、あ、撮れる、写真を撮りたいと思います。はい、チーズ、あ、スプーンも刺しとく。はい、チーズ、あ、はい、チーズ、あ、映り込み、はい、チーズ、はい、チーズ、
チーズ。自撮りもしたい。アプリ入ってるかな。自撮りのアプリ入ってない。無加工で撮るというのですか。自撮りを諦めることにしました。大変。みんな大変だ。まずはこっちに残ったアイスか。それでは皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。パセリアイス集会記念すべき第1回目はパフェ作り配信を行いました。今スプーンが倒れたことによって最悪の出来になってしまいましたが、美味しく食べたいと思います。悲しい。せっかく綺麗に盛り付けたのに。ああ。それではいただきます。何か。うまーい。美味しい。え、待ってください皆さん、待って、大事なものを忘れてた。待って、ね、待って、みんな、みんな、これを忘れてた、ね、これをトッピングするの忘れてました。え、みんな言ってた。嘘。もう食べるのに集中してた。はい、最悪だ。出来上がりました、うん、絶対にこれは間違えている。サイズ感を。出来上がりました。うわー、忘れてた。それではお写真撮影の方に。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、チーズ。ドラえもんクッキー。ドラえもんクッキーはもう今回は使わないことにしましょう。うわー、散々な出来だ。パセリしっかりしな、もっとちゃんと。ちょっと食べたいけどさ、片付けもしたい。でも食べなきゃ溶けちゃう。とりあえずホイップは直してきます。冷蔵してきます。その他のものは後ほど、溶けてしまうので後ほど。よいしょ。あ、チョコも、あ、いいや。悲しい。なんて容量の悪いパフェ作り配信なんだ。こんなに設計図まで立てたのに。でも写真通りだよ。じゃじゃーん、イエーイ。あ、食べたいのに。
うんうん、大変大変。食べたいのにね、見てほしい。これを食べようとすると全部ついてくる。やばい、もう全部出てきちゃった。こっちから食べますか。うん、うん、うん、赤ちゃんマンさん、赤ちゃんマンさんを食べたいと思います。うん、うん、おいしい、あ、おいしすぎますよ。みんなも食べてますか。今日遠い画面が超美味しいです。え、これ最高すぎる。困った、毎日しちゃう。だってまだあるんだもん。え、ちょっと誰かさ、メンバーにこれ配りたい。食べちゃう絶対。ん？タワー？カズノシンさん、びっくり、ありがとうございます。ちょっと待って、溶けちゃったから食べちゃう。見て、ジャイアントコーンの上にモーが乗ってる。
原価かかりすぎですよ。本当にそうなんですよ。計算しましょうね、後でこの今日の材料費。原価高すぎ、このパフェダメですよ。出せませんよ、お店に。ちょっと急いで食べる。パフェだったら赤塩の残さなきゃ。美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。パフェありがとうございました。コメント読め、なんでそんな強気なコメントをするんですか。私が普段配信でアイスを食べない理由とかよく話してるけど、咀嚼音とかを立てながら喋るのが嫌だから普段食べないようにしてるんですよ。でも今日はずっとやりたかったパフェ作り配信だから食べてるから、食べながら喋らないように。私も我慢したのに、そんなコメント読めとか書かないでほしいな。ごちそうさまでした。ありがとうございます。スクショタイム、片付けが終わってからでもいいですか。
今の目の前大変。美味しかった。めっちゃ洗い物してる間に完食して、そうだよ、そうコメント読んでたよ、ちゃんと読んでたよ。もうどうしてそんな大成功ですかこれ。大失敗だった自分的に。ちょっとお掃除をします。撤収です。こんばんは。伸びしろ大事、伸びしろ。またリベンジ。もうせん、もうせん。ドッグは箱にしてます。ごちそうさまです。ちょっとね、ただ食べてるだけだったです。部屋はもっとキンキンに冷房かけとけばよかった。すぐ溶けちゃうからさ。カフェとか行ってもそうなんですよ。私アイスメニュー食べるから、メンバーと行ってもずっと黙々と食べる。確かにグラスを冷やしとけばよかった。確かに賢い。 あどんどんあっち行っちゃう。こっちがメインになってるじゃん。お掃除大事ですね。よし、ではこのお菓子たちにさよならを告げてきます。お菓子たちとこの使った食器たち、お水につけとこうかな。生クリームとかが結構ついてるのでお水につけてきます。ほい、ちょっと行ってきます。ちょっと留守にします。みんなごめん、揺れる、揺れちゃう。よし、はい、 OK。 こんばんは、こんばんは。この格好で踊る日来ないですね。テーブルの足外すか、後で外しましょう。悲しい、ドラちゃん、悲しみのドラ。これ使いたかったのに。また今度です。ちょっ
っと待ってね、リップとかしよう。この格好で配信することもないから。え、あっという間に終わったよね絶対。でも仕方がない、元からそういう設計図だった、こういう設計図だったから。なんか、自分的に納得いってない配信になりました。ちょっと今日の配信のことはみんな忘れてください。リップを塗ります。ちょっと待ってね。鏡。ねえ、難しかった。やっぱアイスは溶けちゃうから、それが難点ですね。もうちょっと、こんばんは。スクショタイム珍しく来たしね。背景白の方がいいか、ライトを明るくした方がいいですか。髪を結んだ方がいいですか。もしかして見えてる巻き髪、うん、ツイン。じゃあツインテールにしますか。持ってくる普通のとツインテールと三つ編みと写真会にしましょう。今日留守にする時間が長い。ヘアゴムはどちら。壁タイム、じゃあスクショタイム。え、スクショタイム普段しないから難しい。どういう感じなんだろう、他のメンバーどういう感じなんでしょうか。ブインクを多用してます。むず、ちょっと髪の毛。アイスパフェ8で、私今注文された。注文された。1人8個ですか。もしかして。熱い。え、この部屋急に暑くなったんだけど、絶対みんなが言ってるツインテールここだったと思うんだけど。まあツイン嫌いの人もいますからね。低め、はい。アイスクイーンっぽいポーズ、なんだろう、なんですかね。なんだろうか、アイスクイーン、アイスクイーン、なんだろうか、なんですか。
アイスクリームぽいポーズとは。怒られちゃう、そらさん怒られちゃう、すぐふざけるって言って怒られちゃう。ジャイアントコーンの形どんな、指で1、何の時間これ、恥ずかしい、あー恥ずかしいよ。多分さやかりんとかもこんな気持ちなんだろうね。一時期コスプレ配信してる時そんなこと言ってましたよね。配信が終わった後虚無みたいなこと言ってたよね。暑くて汗かいてきた、鼻汗。汗ほら、あ、すいません、汗を見せちゃいました。よくないよくない、はい、うん、はい、おしまいです。萌え台詞を、萌え台詞、そうだな、萌え台詞ね、なんですかね。萌え台詞、他のメンバーばっか見てんじゃねえよ。萌え台詞、パセリ倒しって言って他のメンバーばっかり見てるんじゃないよ。はい、今日一の声出た。萌え台詞なんだろうな、なんですかね、難しいですね。燃えてるよ。若いメンバーに釣られてんじゃねえよ。若いメンバーばっか見て、難しいですね、萌え台詞ってとってもね、難しいかも。そうだそうだ、そうだよな、みんなそうだよな。それな、若いメンバーパセリ以外みんな当てはまっちゃう、みんな若いメンバー。3キロ並べてんじゃねえよってお願いします。リクエストが来てしまった、リクエストだ、困ったな。リクエストありがとうございます。ツン、いいからアイス買ってこいよ。うわめっちゃいい、
使いたい、日常から使いたいですね。リクエスト、ね、やだ、コメント欄がもうド M の集まりになっちゃった。はあ、はあ、ちょっとうちわの色見せてみろ。うわ、これは刺さる人が多そうなセリフ。お願いします、お願いします。お願いされてんの、私何を、何をお願いされてんですか。なんだ、暑いですね。この服は首周りが、これはみほりんのお下がりの服ですね、メイド服。むず、みんな要求ばっかしてくる。要求したら答えてもらえると思うんじゃないよ。なんか急にスケバンみたいになっちゃった。こんばんは。そういうキャラでお願いします。これからですか。そんな無理だよ、正反対すぎて難しいですね。甘いやつ、甘いやつなんてないよ。甘いやつをもらえると思うな、そんな、そんな簡単に。無理ですね。岩田ひなさんが言いそうなセリフ、え、ひなさんが言う、ひなのこと好きなそう、ひなもみんなのこと好きなそう、パセもみんなのこと好きなそう。私あかりんさんのねモノマネを習得しました。あかりんさんのモノマネ、サングラスないぞツアーのあかりんさん、それでは聞いてください、サングラスないぞ、習得しました。猫草、あずっとこれは習得しようと思って昼公演も夜公演も聞いてました、ステージ袖で。見てますか、イエーイ、やった、甘々評価だ。私がこんなツンツンパセいたからみんな甘々になっちゃった。名前言わずにモノマネ、え、うーん、え、誰だろうな、え、ちょっと待ってよ、誰かあるかな、難しいね。難しい、無理だ、全然思いつかないもん。人間以外のものはできますか、人間以外のものはね、何ですかね、パシちゃん、人間、これ人間のものまねです、パシちゃん、パシちゃん、似てないな、ダメだ、パシコちゃん、
いや似てない、ダメです、ボツ。リコちゃん、リコちゃんだけどボツ。リコチ。ええ、難しい、モノマネって難しい。アイコジに弟子入りしなきゃ。やっぱ本当に美味しいから食べてみて、本当に美味しいから、これおすすめ、美味しいから食べてみて。あ、やっぱ本当に本当に美味しいから。パンちゃん、興奮した時のパンチ、あ、もう、ね、すごい熱弁してる時のパンチです。なあなあパセリー、ほんまにやばいんじゃけど、ほんまにお化け住んどんじゃけど。ダメだ、これ似てない。リネ、似てないモノマネ大会。みんながわかるかどうか。え、それどんな味？美味しそう。え、そっちはどんな味？迷う。誰でしょう？誰でしょう？そう、千穂さん、千穂さん、ゆみりんさん、ゆみりんさんね。え、本当に、あ、これサーヤンだ、サーヤンになっちゃった。本当に、え、嬉しい、ありがとう。これ、アイコがやるサーヤンのモノマネだ。ゆみりんさん難しい、確かに難しいね。やめて、やめて、はっ、言ってな、笑う、笑い方、はっ、声で笑う。ソラハさんずっと一緒にいるけど全然どんな感じで喋るか、どんな感じで喋ってますっけ、ソラハさんって。どんなんだっけね。むずっ、むずむず。確かに沖さんがうまい、ソラハさんのモノマネ、喋り方がうまい、よく聞いてるなと思う。まいちゃん、あ、これソラハさんのモノマネ、まいちゃん、マイキューさん呼ぶときだけ声が可愛くなる、そらさん、マイちゃん、電話の間、もしもし、こんばんは。難しいですな。とりあえず新しい私のモノマネレパートリーにあかりんさんのサングラスデイズが加わりましたので、
また増えたら教えます。サングラスでいいぞ。増えたら教えます。葵さん難しい。確かに萌え台詞求められてたのになぜかモノマネを始めてしまいました。難しい。踊るヒットショーねえ待ってサングラスデイズの言い方がってこと。踊るヒットショー確かに同じイントネーションかもしれない。どうしてこの部屋は急に暑くなったんでしょうか。アイスを食べたのに暑い。超暑いよ。めっちゃ暑くなった。あ、本当だ。タワーのお礼。そうだった。片付けが終わったらねって言ってたの。そうでした。ちょっと今ここぬいぐるみたちが暮らしている。ここの隙間でぬいぐるみたちが暮らしています。ぬいぐるみたちを移動させます。ティッシュをどかします。書いちゃうよ。遅くなっちゃった。教えてくれてありがとうございます。こんばんは。こんばんは。テロップ変えとこ。ちょっと待ってね。おしゃべりしながら。パフェできた。一応できた。一応ね。メンバーにもいろんなメンバーに、メンバー3人ぐらいから今日パフェ作るんでしょって言われた。もう食べ終わりました。そうなんですよ、盛り付けて食べました。食べちゃった。あっという間にペロリ。パセリスペシャルを作ってくれるんですか、同じやつを。そりゃ作って。
そう、テロップ消しました。消した、削除した。です。またアイス、昨日のさアイスクイーンのやつで届いたらみんなに報告するね。ちゃんと届きましたって、食べ終わるスピードはこれくらいでした、ちゃんとゆっくり食べるから届いたら。パセリファンクラブまだね、何も言われてない。いつからか全然言われてないですね。一切わかりません。わからないんだよね、困ったねみんな。でも確実に順番は回ってくると思うので待っていてください。はい、カズノシンさん、タワーありがとうございました。パセリパフェぜひ真似して食べてみてね。8月も熱中症に気をつけて過ごしてね。ありがとう、熱中症に気をつけてパセリに熱中してください。ありがとうございます。イエーイ。ニョキニョキ、今日一番の萌え台詞じゃない？はいはいって言われました。熱中してください、ね、私熱中してほしいな。ありがとうございます。みんなもちゃんとアイス買って帰ってきたの？今日一緒に作る約束だったよ。私の家には今ホイップクリームというカロリーの塊が眠っているんだよね。誰か使わないかな、メンバー。私が大変なことになっちゃう。ティッシュでブクブクにパンパンになってる可能性がある。こんばんは。あ、食べてくれてた。直飲みする子、おいでーする、おいでー、嫌でしょう。白いから0キロカロリー、本当？そんじゃあ食べちゃうか。そう、ソラハさん今兵庫県にいるし、ソラハさんホイップクリームあんまり好きくないらしい。カスタードがいいんだって。カスタードがいいんだってよ。アイス安売りだった。どこに住んでいるんですか？そんな安売りになるスーパーがあるのですか？いいな。でも明日のご飯はもう材料買ってます。明日はゴーヤ、間違った、ゴーヤもない、嘘つきました。オクラ、オクラ、きゅうり、長芋、納豆、したネバネバ丼を作ろうと思って。ホイップどうしよう、使う、使います。パフェ作りしようかな。パフェネバネバ丼、ネバ、ネバネバホイップ丼、ネバネバホイップ丼、それは未知の味ですね。試してみる価値があるかもしれない。そう、体にいいものばっか食べてるの、アイス以外は。私いつもちゃんと
お野菜とかお肉とかお魚とかを食べてるんです。ちゃんとオートミールとかで糖質とか気にしてるんだけど、全部気にしたやつをアイスが無駄にしてくる。カロリーのアプリつけてるんですよ。で全部入力したらいい感じなの。脂質とかも15とか多くても30までって決めてて、でめっちゃいい感じになっても全部アイスがボン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 ってはみ出しちゃって、そう、ジャイアントコーンにホイップ乗せてみれば。なんて悪魔的な食べ物なんだ。やってみましょう。それはもう今ちょっとお家にアイスがなくなっちゃったから、またやってみます。やったら報告します。いいでしょこれ。このワンピースは美穂がくれて、これは自分の持ってたメイド服のエプロンみたいなやつ。パセリと同じ食生活したら、え、絶対にもういい感じと、あれ、いや厳しいと思いますね。毎日1万歩以上歩くことでバランス取れる。で踊る、歩いて踊って食べたら多分いいけど、私の食生活はもうアイスで全て狂っているので危険です。あ、そうだった、ドラえもんクッキーの存在を忘れていた。ドラえもんクッキー、じゃーん、のび太くん、ミルク味、ホイップ冷やして固めたら挨拶。確かに確かに。待ってください、今日47歩しか歩いてない。逆にどこ歩いたんですか。47歩、え、私はでも今日はね少ないかもしれない。8000ぐらいかも、少ない。あずみんのお姉ちゃんからのタレコミ、シャインマスカットに生クリームをつけて食べるといいらしい。シャインマスカット食べたい。シャインマスカットパ、こんばんは。数データがない日がある。あれですかね、スマホを置いて歩いてんのかな。スマホをずっと置きっぱなしとかかな。14歩でした。そう、シャインマスカットお高い。でもアイス我慢したら買えるよね。アイスを3日ぐらい我慢したら全然買えちゃうよね、きっと。我慢するか。でも桃いいじゃん、季節だし。桃に、桃を切ってさっきのパフェのグラスに入れて生クリーム絞って食べる。でも桃も高いくないですか。桃一玉高い。桃、じゃあアイスを我慢。桃を買うか。アレキサンドリアいくらですか。結構アイス何個分。お高いよね。今日から値上げ。え、そうなの。知らなかった。値上げなんですか今日。 Today?うん、桃が4箱も送られてきた。え、もらうのになんかと交換しようよ。私の家何もないな、あげれるものが。じゃオートミールあげるから桃ください。桃のスムージー、
美味しそう。さっぱり。ね、値上げ頑張って、みんな働いて値上げに耐えて生きていこうね。梨ならあげられ、梨大好き。ケロック？え？あの朝食とかで食べる系のシリアルみたいなやつ？ケロックって。コーンフレークみたいな？値上げなの？大変。こんばんは。やっぱどこも大変なんだな。値上げをするということはそういうことだ。台風とかの被害がないといいけどね、農作物たちに、ね、農家さんが頑張ってお世話して頑張ったのに、台風が全部台無しにしちゃうから、いつも、ね、しなきゃだ。私充電しときます。充電。いつもの配信になっちゃったね。結局良くないかもしれないですね。え、私さ iPad で撮ったんよ、写真パフェのやつ。ショールーム携帯でしてるから撮ったんだけど、全部なぜかライブモードで撮っててさ、写真が動くんだ、若干手ブレが、手ブレでちょっと動いちゃう。赤ちゃんマンが動く。素敵でした。ありがとう。手ぶれ。ちゃんとこれを背景とかをぼかしたりして作りましたよーって載せるね。載せます。ばあちゃんがひたすら可愛い配信でした。わー、ありがとう、そう言ってくれて、ありがとう。え、そうなんだよね、勝手にさライブモードになっちゃうんだよね。難しいね、最近の機種っていうのは。まだまだついていけませんわ。レシピ？レシピ？レシピいる？今日用意した材料は、黒ココア、ブルボン黒ココア、アンパンマンチョコの赤ちゃんマン、モーバニラ味、ホイップクリーム、コーンフレーク、ジャイアントコーン、カッコトッピングし忘れて後から乗せたやつです。そして使わなかったドラえもんクッキー、黒ココア、カッコ嘘それ誰だろう、ココアフロート、カッコ嘘だ。あ、紙のレシピ、あれか、紙のレシピね、これね。確かにこれも取っとこう、ちゃんと。とっとこう、と男走るよハム太郎、すみこ走るよハム太郎。じゃじゃーん。ホイップはさっき私が使ったやつ箱に入ってて、もうこうやって作らなくていいやつで、1キュッパとかでした。198円とかで買いました。だからもう手間暇かかって大変ってなったら、それを買う方がいいかもしれませんね。こうやって混ぜるやつとか買わなくていいし。そう、売ってるんですよ、スーパーに。パセリが昨日着てたノースリーブはソルハが着てる。そう、同じなの、同じの持ってるんよ。
ホイップ。でも次回は作りましょう、ホイップからね。そういう楽をするのは良くない。そうだそうだ、パフェを作ると言ってるんだからホイップから作れ。そうだそうだ。はい、みんなの心の声がよく聞こえてきましたので、次回もし第2弾があったら作りたいと思います。シャカシャカ混ぜたいと思います。うん、手動で頑張ってみる。この前ね、料理配信で卵白作ったの。卵白の混ぜるやつ、ソルハさんとやったけど結構混ぜてた。でもハンドミキサーあるから大丈夫。結局手動じゃないんかーいって。ハンドミキサーあるので、ハンドミキサー任せでやりたいと思います。あ、そうメレンゲ、そうメレンゲ、メレンゲ。そういえば台風気にしてたでしょ。そう台風気にしてた、昼配信だっけ今日言ったよね、私台風大丈夫かなって。そうなんですよね、曲がってきてるよねやっぱり。こっちにみんな大丈夫だよって言ってたけどさ、やっぱ曲がってますよね、こっち側にカクって来たよね。そうだよね、ティフとソルハさんの生誕とサマステにかぶっちゃう。え、9日やばいですか。そうちゃんの生誕だよ、生誕祭だよ。なんか曲がったんですよ急に。20歳のお誕生日、もし広島に来なくてもさ、関東とか関西とか九州とか海外とかあちこちからファンの方は来るから、それが心配です。停滞するっぽい、はあ、停滞しちゃうの。そうめっちゃ曲がってきたの。ねえやめてやめて、ティフも心配。ティフは6、9、13避けてほしいかも。台風背景、台風お願い。特にサマステは去年台風でできなかったからお願いします。そうだよね、影響出そうだよね台風。新幹線とか飛行機とかそういうのもだし、みんなの安全が一番だから。そう去年はねサマステね、私選抜じゃなかったけんさ、去年でも急遽出ますってなって、初めてやるポジションいっぱい覚えなきゃ、汗汗汗汗ってめっちゃ、よし覚えた頑張るぞ、台風で中止ですってなってさ、はっってなったから、あーってなっちゃって、だから2年連続は悲しいかもしれません。今年は無事に開催してほしいな。でも安全第一。また北の方に向く。あ、そうなの？また曲がるんですか？こういうこと？こう来てこう来てこうってことですか？え？太平洋高気圧が頑張れば近づかないらしい。太平洋高気圧頑張って、太平洋高気圧が頑張ったらなんか影響ありますか？暑くなるとか雨が降るとかなんかある？まあでもいいよ、太平洋高気圧頑張ってください。もう太平洋高気圧しか頼りじゃない。よろしく。暑くなるのか、暑くなるのか、ああそれもそれで困ったな。太平洋高気圧やっぱ応援します、ごめんなさい。じゃあお互いでなんかバトルバチバチにして両方どっか消えてほしいかも。
やだね。58分本当だ、早い早いよ。そうか、みんな今日雨だったのか、関東の住民たち。そうか、明日は晴れるといいね。暑すぎないぐらいがいいね。熱中症に気をつけて過ごそうね。今日はみんなに暴言入ってごめんね。暴言ではないけど、若い子ばっか見てんじゃないとか言ってごめんね。あ、来週のお盆休みに長崎に行くんだけど、おすすめのお土産と食べるお店を教えて。長崎市内？長崎市内ですか？お土産、まずカステラは、カステラは自分用であれば、自分一人用で買って帰るんであれば、福瀬屋のキューブの2個入りがおすすめです。あとは泉屋のカステラの1個入りのを何種類か買って食べ比べるのもおすすめです。全然違ったのでおすすめです。あとはそうですね、お店ね、なんだろう、あとあれ、ハトシロールは絶対に食べてほしいです。熱々で、空港にも新幹線の駅のところにもあるので、売店にあるので、売店っていうかあのお土産売り場にあるから、ハトシロールマストです。お店はね、え、そうなんですよ、浜勝の本店閉店って今日見たんよ。いいねをしたんですけど、いや全然いいねじゃないなって、いいねいいねだけどいいねじゃないと思ったから、いいねを取り消したんだけど、そう、本店なんだろうね、長崎市内、長崎市内ね、お母さんに聞いてみよう。でも待って、ちょっと調べます。なんだろうな、最近の長崎の事情が何も分かっていないね。でも私のお母さんもね、市内多分行かないからな。長崎市、あ、トルコライス、トルコライス食べたことある？トルコライスはつるちゃんのトルコライス有名だけど、私はまだ食べたことがなくて。暑いからミルクセーキどうですか？ミルクセーキ、こういうやつ、アイス。違う、おすすめあります、おすすめあるんですよ。そういえば思い出しました、私の今のねおすすめはこちら、これです。これおすすめ、めっちゃ美味しい、カステラアイス。これザラメがザクザクで美味しいですね。凍ってるんですけど、アイスは凍ってて生地はふわふわで美味しいです。おすすめです。あとはね、そう、これめっちゃ美味しい。お店、お店はね、私がね行ったことがある、ちょっと待ってよ、私が行ったことのある中華屋さんとか、ちゃんぽん屋さん、中華街にある、ここかな、鉱山楼、私鉱山楼だったっけな、確か鉱山楼ですね。鉱山楼でちゃんぽんを食べました、家族で昔。やっぱちゃんぽんおすすめ、中華街に行ったらどこの店でもあるからおすすめです。でも中華街のお店でちゃんぽん食べると結構量が多いかも、だから分けるのがいいかもしれません。ちゃんぽんと何かを一緒に頼んで2人とかで半分半分食べるのもいいと思います。です。
そう、海鮮がいっぱい入ってる、ゴロゴロ具が。だからおすすめ。ハトシロールはエビアレルギーがない人は食べてほしいなって感じです。エビアレルギー持ちだったらちょっと発症しちゃうかも、だからアレルギー症状が。ぜひ行ってみてください。あ、そういえばね、あのさ、ツイッターじゃない X でもうツイッターでもいいですか、ツイッターかっこ X でね、あの坊主さんみたいな方いるじゃないですか、名前、長崎のおすすめグルメはみたいな載せる人、その方がつい最近長崎のおやつ、長崎の といえばみたいな、長崎に行ったら食べてほしいグルメみたいなツイートしてたから、それ見たらいいかもしれん、それ結構参考になるかも、定番グルメがあそこ集まってくるからいいかもしれません。そう、選手権してる人、そうそうそう。でもね、そのツイートに貝雑煮ってあったんですよ。でもあれ貝じゃなくて具雑煮なんです。あの具ってさ、貝に一本多いじゃん、この横線がピッピンのとこの上に、あれ具雑煮なんですけど、なぜか貝雑煮って紹介されててそう、具雑煮、具ですね、具。そうか、その方見たら参考になるかなと思いますね。貝雑煮もありそうだし美味しそうだけどね。長崎ね、あ、でも長崎じゃない、牛丸おすすめだけど全然長崎じゃない、佐賀でした。パス、何食べたんだろう長崎。パセとサーヤンとリンコが食べたのは南山手プリンソフトです。めっちゃ美味しいです、南山手プリンソフト、おすすめ。でもすぐ溶けちゃうと思う、今暑いから。あとはね、ちょっと待って遡ってみるわ。去年 PR 舞台のねライブの前にみんなに紹介しようと思ってお母さんとね長崎グルメ巡りしたんですよね。あるかな写真、出てこないかもしれない。あるかな。あ、パセは長崎駅でこれ食べてます、このマンゴーソフトみたいなやつ、マンゴー杏仁ソフトみたいなの食べました。隣は沖さんです。これは長崎駅で食べました。あとこれは、これはね、メガネ橋の、メガネ橋の目の前にあるちゃんぽん屋さん、ここ大人気って言ってました、美味しかったです。ここ行列できるらしい、おすすめ、これ美味しかったよ、ちゃんぽん、いいと思う。これこれ沖さんと2人で、沖さんとスタッフさんの皆さんたちと行きました、5、6人ぐらいで行ったやつ。あ、これもおすすめ、これかわいくないですか。これはグラバー園の中にあるカフェなんですけど、アジサイのドリンク、ゼリーが入ってます中に、あとカステラです、長崎堂のカステラです。これおしゃれ、これ言ってた、プリンソフト、これなんだろうな、ちょっと待って、せっかく長崎に行ってくれるなら美味しいものをたくさん食べてほしいね。
てね。あ、ここ。これ、シアン橋ラーメンは長崎県民の中でも福山雅治さんが行ってるって有名なところです。ここ長崎県民に有名なお店です。ですよ。ちなみにプリンソフトこんな感じです。下がプリン。あとこれは中華街で見かけた生からすみちゃんぽん。食べてはないけど見かけて写真だけ撮ってたやつ。あとね、こんなすごいね、ジブリ、超ジブリのお店がありました、中華街。あとはこれは、あ、これはパセリが食べれなかった。本日は完売しましたのシースパフェですね。これ食べたかった、シースパフェ。梅月堂のシースケーキ、あ、シースケーキ有名です。シースケーキ有名なんですけど、これシースクリーム、これ有名なんですけどね、これも完売でした。パセリの聖地巡礼したい方はこちら、ここですね。これおすすめ。それはね、まあいいや、おすすめだよ。ここ市内じゃないけど全然。ちなみにメロンもあります、メロンもあります、いろいろあります。いちご、スイカ、メロン、みかん、トマトあります。稲穂焼きは市内じゃないんだよね。市内のグルメそんな感じかな。あ、これここ有名な、さっき言ったつるちゃん、トルコライスとミルクセーキが有名なお店、つるちゃん、ここです。こんな外観。でも私はまだ行ったことがなくて、トルコライスこんな感じです。写真だけ撮ってました。ほら、写真だけ撮ってたけど、まだ行ったことない。そんぐらいかな、長崎。以上かね。以上かもしれません。これは広島で食べた美味しかったやつ、アイス。これは去年の9月でした。じゃあ今日はもうそろそろ終わりたいと思います。配信終わろうと思います。ミルクセーキはアイスクリーム、これです。うん、これこんなです、こういうやつ、ミルクセーキ、こんなやつ。以上かな、終わりかな。8月、去年の8月1日は何をしてたんだろうか。私は写真を遡ってみる。お、私去年の8月4日に千穂さんとサヤンとアイスのロケ行ってる。超暑いじゃんね。お、8月1日も食べてる。なんならピスタチオアイスも食べてる。あれ、そう、チャートリとパのロケ。あれ、8月2日、
これ愛媛県にね、人生初めて愛媛県に行ったのロケで、その時に食べた博多の塩ラーメンがめっちゃ美味しかったから、みんなもぜひ食べてほしいです。博多の塩のラーメン、これはロケと別に普通に休憩時間で食べたの、みんなで。ロケでは博多の塩ソフトを食べました。私だけでっかいサイズでした。そう、博多の塩の塩、これ3人でロケ行った時、去年行った時に食べた。おすすめだよ、めっちゃ美味しかったの。ぜひ行ってください。じゃあ終わりますね、本当にね。そう、博多は福岡じゃない方の博多ね。蜜たんパセリかと思いました。違うよ。明日は初日の夜公演です。昼じゃないよ、夜だよ、夜。夜公演を見ます。夜を見る。終わろう。昼は多分1回目の公演で顔がガチガチに緊張してる気がするから、夜の方を見ようと思ってます。明日の何時からかまた予約入れようかな。何時間ぐらい、2時間ぐらいですかね。2時間半ぐらいだっけ配信 STU チャンネル。2時間今日ぐらい、2時間弱ではない。だから明日夜公演を見よう。あ、2時間分かった、2時間見る。よろしく。 MC、 そっか MC もあるのか。じゃあ MC も見ましょう。サングラスネイズを見ましょう。大好きあの曲振り。あ、アフタートークか。あ、そういうことか。アフタートークの待ち時間とアフタートークってことか。ほうほう、公演プラスってことね。じゃあアフタートークはなし、アフタートークなしで本編を見ましょう。そうしましょう。じゃあ皆さん今日もお疲れ様でした。ありがとう、一緒にパフェ食べてくれて、食べてないけどみんなは見守ってくれてありがとうございました。ありがとう、今日も長々と結構だいぶ喋ってしまいました。お疲れ様、みんなもお疲れ様、ありがとう。じゃあ男女いきます。13位クワドリさん、12位ジロくん、11位山崎さん、10位安兵衛さん、9位福ちゃん、8位亀さん、7位あっちゃさん、6位トニさん、5位ともっちさん、4位いっちゃん、3位ゆうたくん、2位かつおさん、1位かずのしんさん、ありがとうございます。まあ、なんか埃が舞った、拍手したら。ありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。バイバイ、またねー。